めっちゃカラフルな人いるな。ウィックチャットにしてアジアにしてハリーさん、このあ RQ あたり入力してばいけないから。ゲーミングハリーさんになってる。アジアですもんね。これがあのレーザーなの。いやーかっけー。ゲーミングハリーさん。通報するときややこしいな。七色の人がキルしました。七色。色。最後個人的に勝手に英語縛りします。ああ英語縛りします。あどうぞ。勝手に英語縛り。いや俺もやっとくわ。それみんなでやったらおもろくないですか。いやもうね死ぬぞ。英語縛りやろう。死ぬぞ。え名前はいいんですよね。名前はいい。名前と色は OK だけど。色もいいの？え、レッドって言っていいの？赤だよ。レッドですね。やった、インポスターだ。どう？あ、私もインポスターだ。やったでないんだ。初手リアクターは意外すぎた。あアウト。ねえ出落ちないよ。これもアウトですか。今のは。じゃあまあ一回誰かが言った時点でもその会議でのカウントは止まります。なんで。ああなるほど。誰かが言った時点でその人を釣ってその後はノーカウントです。英語縛りで俺英語で喋る縛りかと思ってた。英語禁止？あ、そう英語あごめんなさい、そう英語禁止。ちょっとこの1回どうです？この1回ちょっと。あ、じゃあ1回する。そうこれはよしですね。ちょっとみんなでルール確認をね。あ、オッケー、ごめんなさい。そうそうそう。英語を場所の名前も含めて英語を言ったらダメなんですね。あ、そうですね。もし言ったら釣られてしまう。ごめんなさい、そう英語縛りだったからね。はいはい、大丈夫。そこまで分かってなかった。そうここで共有しておきましょう。これはスキップですよ。これはスキップで。英語言ったらダメなの。だから、わかりました。例えば今から言いますね。エレクトリカルとかウェポンとかそういうことを言ったらダメなんですね。ああ、それがアウト。電気室とか。アドミンとかボタンとかダメです。上の方で2つ鳴る妨害とか言わないといけないんですよ。あくまで OK なのは色と名前だけ呼んでいい。あ、じゃあ原子炉っていうのはセーフ。セーフです。あ原子炉なんだ。リアクターって原子炉があれ多分正しい。除染室、除染室、原子炉、酸素室とか電気室とか。アルミ何にしようかな。皆の場所が分かる場所。神の目にする。アドミは多分入室管理。入室管理。神の目にします。神の目で見てたんですけど。チート使ってるみたいだな。私もアドミンは入室管理か地図のやつ。なんで俺なんですか。久々に入ってね。ラッキー。なんで俺なんですか。じゃあ次英語縛り。なんでイチゴミルクさんが2個なの。あ、俺が言っちゃった。英語禁止縛りだ。いやこれ油断しなかったら多分いけるべ。いや早すぎ。めっちゃおるやん。誰か入ってこないかな。あらま、目撃者はおるか。見た人います。バナナ、ね、あれ、あ色は大丈夫。色は大丈夫。それセーフか、よかった。入室管理の情報、最後の入室管理の情報持ってます。はい、酸素ルーム1、
タイム、タイム、あ、ごめんなさい。ルームカウントです。タイム。解けません。それはやばい。いや、今のは誰ですか？めっちゃ重要な人もそう。酸素は大丈夫なんですけど、ルームがアウト。やばい。トキワさんが行ってしまいました。はい、トキワさんが行ってしまいました。はい、うわ、これ怖い。重要情報。超重要情報。誰か書いてる。これめちゃめちゃ大事。あらた。マジか。見たのは自分です。緑でした。よっしゃ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 。いいね。よっしゃ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 。いやー。いやー。これやばくなる前に先に言っときますね、もう全部。はい。はい。私も見てました。はい。標本一誰ですか。はい。あ、違う。あ、いや、標本一は合ってますよ、メロディーさん。あ、よかった。あ、待って、私もアウトだ。いや、名前は大丈夫です。名前はセーフ？よかったっ。名前でも釣られるんじゃないかと思った。怖い。はい、セーフがアウト。はい。はい、セーフがアウトです。セーフがアウトです。セーフがアウトです。あ、じゃあ釣られます。さよなら。もうダメだ。ダメだ、この村は。もうダメ。これ、どうするんだ。今、いちごミルクさんですよね。いちごミルクさんです。今の、ダメだ。ダメだ、油断したら死ぬ。まずい、まずい、まずい、これ。油断したら死ぬ。この村ダメだよ。いや、もしかしたら、おい、やば、管理者情報を持っている人が死んでいったんですが、やばい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 、情報何も来ねえ。電気室を直した人はどなたですか？私です。ハリーです。どなたです？ハリーです。どっから行きました？電気室の左下の方から上がっていきました。それを私は扉を開くのを見ていました。酸素でドアが開くのを見ました。ん？ピンクはなんて言った？黄色が下にいたのを確認しました。はい。片言になってしまった。私が経路を嘘ついていないっていうのは二人が証拠。ひきわりさんの目撃情報ないんですか？ないよね。ひきわりさんは見ていません。なんで見てなかったことなの？まあ、ハリーさんが電気室で殺してる可能性はなきにしもあらずですが。ピンク、私、最後、エレキ入ったのですが。アウトー、エレキアウトあんなに、あんなに慎重だったのに。あんなに慎重だったのになんでですか？なんで？あと一歩だったのに、あと一歩だったのに。ハリーさんが殺していませんっていう話をしようと思ってたのにかかわらず、もう、虻川さん、もう、即釣りがルールなので、入れちゃう。あ、わかりました。待って、はい。情報を落とせると思ったのに。もう、情報ないよ、もう。ギル取りたいな、最後。早い。
僕が殺す。あー先に弾んじゃない。いけーよだー。やだダメだ。この村はやばいよ。だってさ、黄緑にさ、死体スルーされたんだよ。そうだね。まず、その前に、全員死人情報を抱えてる人たちが。そうだね。アドミン情報あります。酸素ルーム。酸素ルーム。管理室で、死人情報あります。で、標本室っていうので、私が、あ、大丈夫か、セーフって言った瞬間に自爆。セーフ。標本室、セーフ。俺はキルにて口封じ。引き割りさ、ピンポイントで情報持ってる人どんどん死んでる。会議で死ぬのは情報持ってる人はどんどん率先して喋るからまだわかるんですけど、引き割りさんがピンポイントでキルされちゃうと笑っちゃう。誰も電気直しいかねえから、これ行かねえとまずいなと思ったら、まあ、扉も開いてねえし、殺されるし、もう終わりだと思う。ここだーと僕は思いましたけど、もう終わりなんだ。いやだから、ハリーさんは殺してますかって聞いたら、メロリー。